田総理就任おめでとうございます。今回の企画なんですけども、まあ、企画って言っても前回クリコマフーズさんの方に菅総理就任を得て何かこうラベルとか、 なんかエコバッグとかマスクとかが販売されてるっていうことで、それを早速見に行きたいと思います。まあ見に行ってもしそれを買えたら買っていきたいなと思いますので、それでは行ってまいります。はじめマシンができたということで紹介したんですけども、今回、まあ菅総理が誕生したということで、菅さんにちなんだあのグッズ、あとラベルとかいろいろなんか販売してるみたいですので、それを見ながら行きたいと思います。明日、いっぱいある。すごい、だからいっぱい来た。いろいろある。あ、これも結構大きいな。あ、何これ。あ、ビニールの素材、なんかすごい変わってる素材なんだ。あ、そうそう、あれシャワーカーテンなんだけど、あー、だから遺体が立派だな。じゃあ汚れても大丈夫な。なんだ、洗って何回も見た。それはあれだ、今度お拭き洗えば。スガちゃんさん、スガちゃんさんな。Tシャツがこれ連続来たんだよ。ほんと。へぇ、お、すごい。うん、すごいすごい。このスガちゃんグッズを、スガちゃんグッズ送ったら、令状が来た。令状が来た。で、スガさんも、美味しいって、いちごヨーグルト。あ、ほんと。うん。それじゃあ買っていこう。喜んで飲んでましたよって。これだね、いちごヨーグルト。いちごヨーグルト。ドブサイダーって面白いね。え？ドブサイダーって。そう、池の水サイダーが、ああ、そうそうそう。あら、スガちゃんシェイク飲みます。飲んで感想など。あ、そうですね、ここは今一つはパフェにするか、リンゴパフェ。へえ、今の、うん、それ、うん、そうですね、うん、スガちゃんのふるさとのイチゴね、使ったパフェ。あと、あれありますか。何、何これ、エコバッグ。エコバッグあるある、うん、それで最初のようなちっちゃい方取ってなかったんだけど、うん、こっち方でいいって言われた。それいっぱいあるから、こちらも買います。それあるよ。じゃあそれください。うん、で、990円なんですけど、はい、90円おまけして、はい、90円でいいんだ。90円しか持ってできない。すいません。良い、はい、あ、ありがとうございます。そしてクリコマフーズの専務です。え、今日は専務がちょっとお昼のような安平さん、ネジの専務が担当してあります。お昼の安平、今若い人が、若い人が来ますんで。はい、じゃあこちらがリンゴパフェです。もうすごくボリュームがあります。リンゴのジェルとコーン、あとクリコマフーズのソフトクリーム。これのソフトクリームは新しいマシンで作ったやつになります。で、これがプレスしたワッフル、プレスワッフル、うん、このリンゴが、リンゴジェルがすごい美味しい。やっぱ走ってきたことめっちゃうまい。ワッフルがいつもより大きいやつ、大きいの、ちっちゃいんだったら、うん、いつもあれ、あ、そうなんだ、うん、うん、これが、スガちゃんのふるさとのいちごシェイク、これラベルも、こんな風に可愛くできております。うん、うまっ、これめっちゃうめ。
はすごい美味しいです。これマジで美味しい。内輪にしながらアイスを食べる。でこのジェルなんだけどすごい美味しい。やっぱりこのジェルがすごい美味しい。食った。でもこれはジェルでしょ。寒天。それはそう。好き。季節の食材があるから、うん、チョコの時期だから。ということで、ということでクリコマフーズの専務になりますね、はい、でインスタもやってますよね、はい、やってます、インスタもクリコマフーズだね、はい、クリコマフーズです。ぜひ検索してみれば。違うよ、フルネームですよ。ミルク。あ、違うか。フルネーム。フルネーム、うん、クリコマフーズの専務になりますので、ぜひチェックしてみてください。カメラ目線です。すみません、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあどんどん。今週の土日やばかったですね。汗だらだらで、だらだらでこうやってやってる。別グッとやばい。県道から行けばこんな感じで入り口があります。ちょっと日がかけちゃった。色づき始めています。来週が一番見頃でしょう。今なんかこういう風に全部ライトアップして、7時から9時までライトアップ、夜も通れます。11月ぐらいまでかな。になります。